自分はやっぱりこう挫折した人間なので、踊った演目がある音楽聴くだけでなんかもう涙が止まらなくなっちゃうみたいな時とかもあったりとかして、でもやっぱ仕事してやっぱ踊る機会が増えて、私はダンサーではないので、なんかそこってダンサーの方が表現するものと、今私が役者をやっていてダンスをするってまた違うベクトルでいいんだなって気づいてから、少し楽になってきてる感じはあって、なんかいい表現方法の一つとしてまた自分の手元に帰ってきたっていう感覚が強いかもしれないですね。バレエダンサー中村翔子です。本当にこの一つの作品を作るっていうことはすごく大きなことで、で私にとっても挑戦であり、まあ、彼女にとっても長く離れてたバレエをもう一度こう復活させるというか、こう言葉ではないなんか体で表現するっていうことは、なんかこうまた次につながる挑戦になるのかなっていうふうに感じてます。ちょっとウォームアップとして、はい、ストレッチ、はい、お願いします。作品の中で踊ったりとか舞台で踊ったりとかは意外としてるので、ただそのバレエのレッスンっていうもの自体は10年ぐらいやってないんじゃないですか。懐かしい。でも柔らかい、やっぱり。あれを全部開くからね。なんかどうしても股関節だけが、開脚とかはストレッチずっと家幅にしてて、なんとか開くようになったんですけど、股関節がやっぱ一番ネックでしたね。こっから開くと、人間普通開いてないから。ね、そうですよね。そこを開く。これはそう、どう頑張っても難しかったな。自分の実力に限界を感じたからです。これ以上やってもプロになることはないだろうなと思ったので、それはやめたんですけど、周りの友達が結構みんな海外に行ったりコンクールで賞を取ったりっていう姿を見てる中で、まあ、自分はやっぱりこう挫折した人間なので、なんかこうみんなに顔向けできなくなってしまって、恥ずかしさもあるし、なんかこう逃げてしまったっていう。やるせなさとかもあって、なんか今自分未来に向かってるけど、なんか過去に何かを忘れてきたようなっていう意識で、そこから一回転回る、そう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 、回る時の手がかむ、ここで片足止まれる、あ、それでもいい、後ろでもいい。仕事ではちょこちょこ踊ったりしてるので、なんか結構これ難しい、私の中で難しくて、バレエとつかず離れずの関係性ってなんかその辞めた時はもう何でしょうね、未練を残したくなくて、まあ、それこそ髪切ってトウシューズ捨ててって言って辞めたんですけど、そこからもうバレエ見るのもちょっと嫌になっちゃって、というか例えば自分が踊った演目がある音楽聴くだけでなんかこう感傷的な。なんかまあ懐かしさもあるし、なんかもう涙が止まらなくなっちゃうみたいな時とかもあったりとかして、最初はそんな動きね、大きな動きっていうよりもちょっと感情があって、そこからまたなんかこう自分たち2人がこう
と思ってるんですけど、最初はそれで、で、あの途中でこう、こうなって、で、私が、でそこで一回立ってここで一回止まると思うんですけど、今回あの門脇さんのお話とかをあの聞かせていただいて、あの彼女が以前バレエをやっていたその過去と、今はあの女優さんとしてご活躍されている未来と、でそこの間でどういう変化があったのかっていうものを少しこうその踊りの中にこう入れていきたいなっていうふうには思っていて、子供の頃からずっと見てた方なので、バレエ頑張ってたら絶対2人で踊れることは一生なかっただろうなって思うから、この仕事してよかったなって思いながら今日一緒に踊ってました。フリーでやるとか、そういうそれもなんか自分の中自分の中でこう2人がそれぞれ違った思い、違った人生を生きながら、なんかそれを表現するっていうのは、ただ一緒にやってるんじゃなくて、それぞれが生きている。その音楽、その時間をなんか一人一人が生きているっていうことを、音楽とともに、その瞬間とともに楽しめていれば、新しいものがなんか今回できるんじゃないかなっていうふうに楽しみにしてます。踊り始めてるじゃないですか。でも例えば、まあ、さっき二人縦に並んで、うん、ああいう動きのあれはしたけど、うん、もう一個そういうシークエンスがあって、で次のところからフリーとかだったらもうちょっとカバーできそうな感じしますよね。で、まあ、ペイントもつけてるから、そのペイントがついててなんかちょっと面白いような、うんうん、そうね、このペイントをなんか試したいよね。そうですよね。どういう動きになるかで、いやちょっと今日てかね、もうバキバキなんですよすでに。だからちょっと残り時間そんなないですが、ストレッチをちゃんとして、ちょっとバーレッスンをして、微力ながらちょっと腹筋とかしてみちゃったりとかして、本番に備えようと思います。いろんな舞台、私たちもそうなんですけども、一回も同じ踊りっていうものはなくて、同じ作品でもその日その日の自分の感情だったり、なんか経験してきたものだったり状態だったりで全然作品が変わってくるし、感情の入れ方も変わってくるので、本番は本番でその時彼女が感じたものをその踊りにつなげて、なんか出してもらえたら嬉しいなと思います。今日は映像作品なので、映像と、まあ、その踊りと、まあ、衣装、メイク、ロケーション、なんかそれのコラボレーションだと思うので、一番いい瞬間をみんなで探っていける時間になればいいなと思います。
コンセプトではないということで、なんか楽しく踊れたらいいなと思ってたので、なかなかこういうこう綺麗な建物の中で踊ることとかないですし、なんか新鮮なシチュエーションで楽しかったです。すごい冷静になって、どうしよう、何やろう、何を踊って思っちゃうかなと思ったけど意外と勢いと勢いでやった。本当本当、それがいいのかもしれない。そうですね、元気パワーを借りましたね。感じの方だったら多分途中詰まってたもん踊りってもう本当自由だから、なんかこうじゃないといけないっていうものを全て解き放って、なんかこう踊りとしてピントをこう放って踊れたらいいなと。後半戦はもう自由、あまり振り付けっていうよりも、まあ、ポイントポイントにこういう動きを入れたらいいんじゃないかっていうのはお伝えして、あとはもう自由に、なんか今回本当にそれぞれがなんかまあ楽しいとか挑戦とかいろんな思いを本当に持って、あの瞬間、音楽がかかった瞬間っていうのは踊っていたんじゃないかなっていうふうに思います。私演技でアドリブとかすごい苦手なんですけど、なんか恥ずかしいし、役でやってたのに字の性格でボロ出ちゃうみたいな。でもやっぱ踊りにはそれがないからすごく自由でいいなと思いました。初めてでした。こんなペンキまみれで踊ったのは初めてですけど、なんかこう皆さんにぜひ見て、なんか衣装でもいい何でもいい感じ取ってもらえると、多分今回の企画としてなんかこうたくさんの人がいろんな勇気だったりポジティブ前に進もうっていう気持ちになれるんじゃないかなっていうふうに思ってます。私 縦にほぼ署名で書く。こっち、あ、私も署名で。なんかでも今日すごいすっきりしたんで寒かったですけど、ストレス溜まったりとか、今なかなかまた人に会えない状況の時とかでちょっとむしゃくしゃしたら、公園とかで一人でみんな踊ったらいいんじゃないかなって思いました。違う